体の一部分が腐って接ぎ木して助けたギムノカリキウムのボタン翼 LB2178 ですね。接ぎ木したのが21年8月5日ってラベルに書いてあります。ですから2年1ヶ月経過して、まあ、ようやく子供が 1,2,3,4 つ出てきました。2年間結構長かったですね。一時期は本当にもう全然成長しなくて、花だけ咲いて一体どうなるんだろうなんて思ってたんですけれど、まあなんとか2年経って少し変化が出てきました。それとあと今後ですね、まあ子供が徐々に大きくなっていくとは思います。で4つ子供が出てるんですけれど、これ全部順調にいくかどうかっていうのはちょっと何とも言えないんですけれど、よくこういった場合は1個とか2個だけ成長した後は、まあ、子供出たけどピタッと伸びが止まっちゃうなんていうこともあるんですが、まあ、とりあえず接ぎ木の効果が出たんじゃないかなと思っております。だいぶこの2年の間に台木も表面寒さにやってたりして傷んじゃったんですけれど、それでもまだしっかりしております。根っこも十分張ってますの で、あと成長点が結局ね残ってて、また芯の方が、伸びてきました。だからこのまま育てるとね、群生株にはなるけれどちょっと複雑な形になるんじゃないかなと思いますが、サボテン結構寿命長いですから、まあ、長い目で見て、また今後の変化なんかがあったら、まあ、こちらで、アップしたいなと思います。